のファミコンをインストールさせたけどダメなのもあるこれドンキーコング3ダメだツインビーもダメだったあ落としたあ私このクミオくんもダメだったなこれとりあえず58え 58本入れて SD カードの容量が全然減ってない。これ31個つ2ギガいらなかったか。ちょっと買いすぎたな。容量。で、ファミコンはこんな感じ。結構入れたなスパルタン X なんか後やってみよっか。 もう配信されないやつファミコン結構あるもっと持ってたんだけどなどっか行っちゃったんだよなスーファミも全然入ってないよスーファミもセガサタンとどっか一緒にしまってあるんだよなほとんど F1 だいやーもっとあるよドラクエ5とか持ってるもんどこやっちゃったんだろう PC エンジンはやってない。PC エンジンもどっかある。ゲームボーイも今んとここれぐらいだ。うん。アドバンスは1個も入れてない。メガドライブはセナのスーパーモナコだけ。これだけ入れて、SD カード全然無傷だ。すげえな。これなんだ あ、やべえ、なんだ。とりあえず、こんなもんだ。それで、一個だけ入れてないのがこれ。これ、やばいな。これは、動画的にやばいかな。これ、知ってる人いるかなこれ、違法カセットです。ぶっちゃけ。なんだ、これ。これ、コピー。昔、ファミコンのソフト、コピーやつんがいたんだ。 違法なんだけど。これ、チャレンジャーが入ってるんだ、多分。多分一番容量の低いカセットをこう買うんだよ、これ。黒いカセット。黒と白があって、黒いカセットが一番容量が低いんだ。これは、チャレンジャーとかなんかね、なんか、マッピーとかいろいろ入るんだけど、ドラクエは入らない。容量がでかいから。ドラクエの容量がでかいっておかしいけど、今では。 入らないんだよね、これが。白いカセットか。影の伝説もそう。白いカセットないなぁ。今どっか行っちゃったなぁ。これないなぁ。とりあえずこれはやばいから入れないでおこう。これ違法のお店。すぐ潰れちゃったけどね。あ、でも結構やってたなぁ。結構こういうの多かったんだよね。発売日前になんかコピーしてもらったりで。 千円、これ500円。書き換えも500円。白カセットになると千円になるのかな。とりあえずこのカセット自体を買ったら、もうあとはお店持っていけば色々書き換えてくる。これ違法のお店のカセットです。これやばいね。これ。これはもう見せてる人いないだろうな。知ってる人いるかなこれいいのかなもう、まあ、いいや。今回こんな感じでいいや。もう。ちょっとレトロゲームもやって。 結構セーブデータも生きてたのがあるんで、前回動画にしてるんで、それ再生リストからちょっと見てもらって。すごいな、でもこの本体。全部インストールしちゃったよ。これ、40代にとってはプレステス5以上のもんだわ。毛がついてる。えーま、んな感じかな。こんな入っちゃったよ。 ちょっとやっていこう結構ハインナインもあったのがショックだったなドラクエもあっこれインストールしてねえじゃん上海これちょっと最後にジョイカードもお年玉があるよジョイカードもなあこれ昔の携帯もあるよ これクラウドが持ってたやつだアドベントチルドレンのクラウドあとこういうのもセーブセーブデータが生きてるかっていう動画もしよかったら見てくださいよしこんな感じです今回はこれの紹介やべえな